はい、こんにちは。今回は普通分配金と元本払い戻し金の違いについて解説をしたいと思います。投資信託の分配金に対する課税の話です、えー。少し勘違いする方も多いので、ぜひこの動画を通して理解をしてください。なお、FP とか証券外務員の試験などでもよく出ますので、えー、試験勉強している方、ぜひ参考にしてください。 はい、では今回の動画でここに書いてあるような用語をきちんと確認をしていきたいと思います。基準価格、個別元本、分配落ち、分配落ち後の基準価格、それから今回の大きなポイントですね、普通分配金と元本払い戻し金、もともとはです、ね、特別分配金と言っておりました。今は元本払い戻し金ということが多くなってきましたけれども、そして最後、修正後の個別元本ですかね、これも少し難しいので、ゆっくり解説をしておきたいと思います。 はいなお、まあ、投資信託につきましては、ゼロから始める資産運用大作戦のシリーズのその6で、基本的な内容をお伝えしておりますので、えー、合わせてご確認いただければと思います。その他、資産運用関連の動画、たくさんアップしておりますので、もしよければチャンネル登録、よろしくお願いいたします。はいでは、普通分配金と元本払い戻し金の違いからまず確認いたしますと、普通分配金はこれ課税の対象になります。 税金というのは基本的には儲けにかかってきますので、まあ、普通分配金というのは儲かっているよということで、原則20.315%課税されると。一方、元本払い戻し金は非課税です。これ、非課税は何を意味しているかというと、つまり儲かってないんですよね。儲かっていない分配金なので非課税にしますと。もともと特別という言い方をしていましたので、特別に非課税ということで、ですねやったーとか。 嬉しいというふうに勘違いされる方も見受けられました。そこで今は、えー、あなたの元本を払い戻しただけですよということを強調するためにこういう言い方を使うことが多くなってきております。まあ、どちらも同じ意味ですね。元本払い戻し金と特別分配金同じ意味を表しているといったところもここで押さえておいてください。はいそれから投資新宅を 話をすする上でですね基準価格と個別元本の違いも、きちんと整理をしておいた方がいいので、ここで紹介しますと、基準価格というのは、でですすね投資のののその時の価格です株でいうところの株価に似たようなところですかね、株価というのも毎日こう動いたりしておりますけれども、投資信託も毎日毎日ちょっとずつ上がったり下がったりしますので、今、この投資信託買いたいんだけど、今いくらかなと調べるのが基準価格です。 一方、個別元本というのは簡単に言うと、その人の購入価格、え追加型の投資信託の場合、ですね毎日毎日ですねえ買うことができますので、例えばこう投資信託の価格がずっとこう上がっていると、こういったケースですね、そうすると、上がる前に買った A さんの場合は1万円が個別元本になると。 一方、B さん、ここで買いましたので、B さんは1万1000円というのを意識しておいてくださいねというふうに、人それぞれによって意識する金額が変わってくるんですよね。この言い方を個別元本というような言い方をしているということですね。 はいでは今回の大きなポイントになります分配金のイメージここもしっかり理解しておいていただきたいんですが今のように A さん B さん C さんとかで,ですね買うタイミングが違うように例えば投資信託がこういった何、まあ、て言うんですかね果実が鳴るような樹木だと思ってください例えばこれくらいの時から先に買った人はですねその後面倒を見てるとどん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 大きくなっていってそして実がなってでそれを 収穫するとですね、これはもともと小さい時から育ててきたのですごく思いもひとしおと言いますか、嬉しい位置づけになると思います。ただし、皆さんがこの段階でこの樹木を購入したらどうでしょう もう小さい時と比べてかなり値段も上がっていると思います。そしてこうやってもうすでに実がなってるんですよね。実がなっている時に購入して、これをですねその後自分で収穫したとしても、そもそも果実ありきで購入してますので、何かこう増えた感じってないですよね。そして分配金こうやって収穫した後というのは当然リンゴを取ってしまいます、もいでしまいますので、分配金を出すと元の状況に戻ります。まあ、収穫した分だけ小さくなると。 これが投資信託の分配金のイメージということで押さえておいていただくといいと思います。分配金というのは収穫するようなイメージなんですけれども、当然収穫してしまうとその分小さくなるよということですね。はい。分配金は果実の収穫なんだと。よって収穫した分基準価格は下がります。ここで描写しましたように、分配落ち。これを分配落ちと言いますね。そして投資のタイミング等によって、この収穫の意味合いが違ってくるというところ。 これをちょっとゆっくり見ていきたいと思いますが、例えば、先ほど紹介したように、A さんは投資信託って最初は1万円でスタートすることが多いんですが、1万円、一番最初からこの木を持ってると、小さい時からですね。で、徐々に徐々に大きくなっていきましたと。まあ、必ずしも大きくなる時ばっかりではないでしょうといろいろ災害とかあってですね、台風とかの影響を受けて枯れる時もあったかもしれませんと。だけど、すくすく長い目で見ると育ってくれたよと。 B さんは、ですねこのそこそこ育ってるタイミングからその木いいねということで購入したと。で、C さんは何かこういっぱい果実がなってるから、この木魅力的だねということで、ここで購入したと、1万2000円で。このそれぞれ購入したタイミングが違うんですね。なので C さん、やっぱりもう実がなってるので、その分もお金出さないといけないから、ちょっと一番高くなってしまったと。 ここで決算が行われて、えー、この投資信託から2000円分配金を払いますよということが仮に決まったとしますそうすると A さん B さん C さんはどういう思いになるでしょうかということを考えていただきたいと当然先ほどお伝えしたように2000円分収穫しますので分配金を払うと分配落ち後の基準価格は1万円まで下がってしまいますりんごとか取る分ですね価値がその分なくなるので下がるよと。 これを前提に考えていただくとこういうことですね。A さんは純粋に嬉しいです。1万円から1万2000円に育ってくれて、そしてその育った分だけ手元に来て食べることができたと、美味しかったと。で、また元に戻っただけなので、ここから再スタートだということなので、A さんは純粋に嬉しいですよねと。一方、先に C さんの方から見ますと、C さんはそもそも大きくなった実がなっているところで高い金額出して、 この木を買ってるんでですよね万円でそしてその後たまたまタイミングが分配金に重なってはい C さん2000円分配金ですよって言ってあたかも利益のように支払われるんですがその後すぐに1万円に下がりますので何だよと自分が出した2000円分が直後に戻ってきただけじゃないかと。 ここに気づいてほしいんですね。よって C さんは大きくなったとか増えた実感ないんです。むしろ出したお金がすぐにもう戻ってきたような格好で2000円分小さくなってるわけですので、えー、特段嬉しくないよねと。一方、B さん、これがちょうど真ん中なんですが、1万1000円のところで買って1万2000円までなりました。そして2000円分分配金をもらって、その結果1万円まで下がるわけなので、なんかちょうどちょっと複雑な立場ですよね。あ1000円は確かに増えたと。 ただ残り1000円は自分が出したお金が戻ってきただけだよねということになりますので A さん B さん C さんの個別元本を意識するとそれぞれ分配金に対する思いというかですね感じ方が違いますそれを税金にも反映させていきましょうということなので A さんは純粋に嬉しいので2000円分全額が普通分配金ということで課税対象になります儲けは課税されると一方 C さんは もともとなした2000円が直後に戻ってきただけ、そしてその分当然小さくなっているわけですので、よって元本払い戻し金という言い方をして非課税にしますよと。そして B さんは1000円ずつで計算しましょうと。普通分配金1000円、元本払い戻し金1000円ということで、A さん、B さん、C さんですね、それぞれ納税額が、まあ、課税額が違ってくると。C さんは払わなくていいです。A さんが最も今回のケースでは税金を負担するということになります。これが 普通分配金と元本払い戻し金の仕組みですので、ぜひしっかりと押さえておいていただければと思います。はい。では最後に個別元本がですね、修正されるケースがあるんですけど、ここちょっと確認しておきましょう。一番わかりやすいのが C さんなので、C さんも事例に取り上げていきますと、もう一度思い出してください。C さんはもう立派に実った木をですね、ちょっと高い金額で購入したんですね。 でその直後に2000円分配金が出るということが分かって、えー、まあ言うなれば自分が出した金額がすぐ戻って、その分、サイズが小さくなったと。1万2000円出したつもりなのに、えー、そのうちの2000円分のです、ね、価値が戻ってきて、ですぐ1万円に下がってますので、えー、全然嬉しくない分配金だったと。ただ、ここで再スタートを切って、その後、1万1000円まですくすく大きくなってくれたら、皆さん、C さんの立場だったらどうでしょうか。これは嬉しいですよね。 1>, もう1万円までここでリスタートしているわけですので、そこから1万1000円まで大体1割ぐらい増えてきてくれているので、まあ、最初はちょっと何かタイミングが悪かったけれども、出した金額が2000円分戻ってきたけど、でも1万円はしっかり残ってたわけですね。残ってた1万円が1万1000円になっているので、やったという気持ちになるかと思います。ということは、この1000円分が仮に分配されたとしたら利益です。あるいはここで売却したとしたら、これも売却益になります。 ということなので、もし皆さんが C さんの立場でずっとこの1万2000円を意識してたらどうなるかというと、1万2000円をずっと意識していると、ですね今、1万1000円なので、あれ、損しているように見えるんですね。本当は嬉しいなの。もう一度、本当はこの1000円の上昇というのは嬉しいはずなのに、1万2000円にずっとこだわっていると、あれ、見た目上何か損しているように見えるよと。 ということになりますので、よって、ここで再スタートを切りました1万円で自分の儲けを考えていくと。そうすると、課税も適正に行われるということなので、つまり元本払い戻し金があった場合です。自分が出してきたお金が戻ってきた場合は、それを引くことで修正ということになります。 元本払い戻し金を差し引くことで修正後ということになって、この修正後でその後の利益の計算、分配金はもちろん売却した時もですねそういった計算をしていきましょうということですね。少し難しいかもしれませんが、個別元本の修正というのはあなたのその時点での儲けをしっかりと把握するために元本払い戻し金の分配金をもらった場合はその分小さくしておいてくださいねと,というふうに覚えておいていただくといいかと思います。 はいではまとめですね、もう一度これ、理解してしまえばそんなに難しくないと思います、要はその人にとって儲けかどうかというところなので、ただですね、私もよく聞かれるんですけど、先ほども言いましたが、元本払い戻し金は特別分配金だから非課税だから嬉しいですと。 私もあの人みたいに特別分配金で非課税にしてほしいですとかこういうことを言われる方がいますけれどももうその考え方がちょっと間違っているというのは皆さんお分かりだと思います。あとはよく聞かれるのが今これ検討しているんですけどこの投資信託は分配金はどうなってますかと元本払い戻し金ですかとこのファンドは元本払い戻し金なのかとかこのファンドは普通分配金なのかという言い方もちょっとおかしいですよね。人によってタイミングとか購入の仕方によって違ってくるわけですのでこのファンドは こっちだというふうに決めつけることもなかなか難しいかなというところ。で、最後お伝えしましたように修正などをすることによって分配金とかその後の売却のときにどれだけ儲けをしてたかきちんと把握するためにこういう考え方というかですねこういう計算をしてるんだというところをぜひ覚えておいてください。いでは今回の普通分配金と元本払い戻し金の違いの解説動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。